飲んでる人いるけど。ジャン君、ジャン君おはよう。日を浴びて気持ちよさそうです。そしてポンちゃんはヒーターを待ち、今温めてるよ。そう、ヒーター今つけたところよ。すぐ暖かくなるんだもんね、うん。ちょっと待ってね。もうすぐだよ。ポン。ね、ポンちゃん。ポンちゃん。ポンちゃんのねお腹のあたりにも多分冷たぎの粉。っていうか、ゴミがあると思うんですけど、ポンちゃん、ほらほら、周りだけでこんなに集まったよ。ジャン君、ジャン君、ポンちゃん向こうに集合したけど、まだこっち日が入ってるもんね。そうね、こっちの方が気持ちいいかもね。ジャン君、よかったね、日が出てね。ジャン君、ポンちゃん、もうおはようは言ったっけ？まだ撮ったかな。あれさっきなんか撮ったような気がするね。ニュースです。はい、これいただきました。はい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 、ちょっとこれ開けてください。なんだろう、もう分かってるよねこの人たちには。すごいよね、自分のはすぐ分かるよね。はい、あれ？はい、おもちゃいただきました。どうもありがとうございます。うちにはもう一個、あのこれをちょうだい。めっちゃ古いやつ。はい、でもこれも、はい、こういうのもありまーす。もうでも尻尾がちぎれてしまったのねつがいができました。よかったね、ポンちゃん。ポンちゃん、ポンちゃんはすぐ食いついてくれてありがたいね。ポンちゃんはね、そのネズちゃんをねペロペロするのが好きだったからね。はい、これは所定の位置はここですきっとまたペロペロするでしょうね。はい、どうもありがとうございます。はい、ちゃんくん、おお、すごいのが届きました。はい、こちらは爪とぎいただきました。ありがとうございます。ジャン君がビニール噛んでいます。開けましょう。開けた途端に絶対やるよね。そうだね、ヒーターの前に置いてみようか。ヒーターの前にちょっと離してね、危ないからね、よいしょ。ジャン君、ジャン君、ジャン君、原材料だから安心。あ、植物性由来の海苔使用だって。おー、はいはい、前に言ってたやつね、いいね。あ、見つけた、買ったりして。お、すごいすごい。ポンちゃんもどうぞ。ちょっと眠そうにしてるね。ポンちゃんの好きなやつだよあ、緊張してる、ジャン君。はい、こう言っといたらきっとボリボリやるでしょう、うん。それに続いてですね、なんとこんなものまでいただきました。これはいい、ね、クール&コプリチョウス、よかない、カプリ CC キャッツ猫の詰め合わせかな。これなんだろう、この絵はチョコだよ。カカオね、うん、そういうことでした。そうです、ね、ありがとうございます。きっとそろそろバレンタインデーだから。なるほど、これのこの間さもらった紙袋、うん、かわいいって言ってるから、これだよね。同じ CC キャッツって書いてあったよ。なるほど。そしてこれもテーマチョコです。かわいい、かわいいシリーズ。そう、私の好きなシリーズ。そしてでも私は買わなかったです。これ紙袋ね、これ紙袋です、はい。そしてナオミママさん、カエル好き、これは
旅行ドライブ無事帰る。おお、そういうことか。カエル饅頭。そういうこと。これ多分カエルの形してるな。さてはこんな形なのかな。かわいいカエル。あ、もう一個あった。まだあるの。チョコあん。あ、味が違うのね。なるほど。ありがとうございます。すぐにも食べたくなっちゃうけど、うん、そしてこれは。これも、あ、横に書いてあった。クリームチーズ&レモンって書いてある。あの例の今流行りのやつかな、これ。流行りって何？ここがいっぱいクリームが入ってるやつじゃないの。あ、なんとかカッパーナじゃなくて。ちょっと違うと思うよ。ま、なんだっけ、マリトッツォ。あ、か、それともあれかな、フランスの、上下に分かれている。なんもそん、あ、そうそうそう。何個出てこんの？はい、猫とカエルしか分かりませんでしたが、ありがとうございます。ちょっと開けてみます。あ、そうだね、うん、カエルくんが可愛いんだ。よいしょ、あら、綺麗に開けたい私。よいしょ、待たされています。ジャン君待たされていますちょっと綺麗に開けたかったんだもん。お、かわいい。あ、マリトッツォに似てる。やっぱりか。ほら。ああ、そういうことだね。うん、でもここがちょっと違うんだけど、うん、でも同じなのかな。あ、ケロトッツォって書いてあるかわいい、はい、でっかい口のカエル。かわいいです。3つ入っています。いただきました。ジャン君にはあげられませんけど、どうもありがとう。ありがとうございます。はい、ということで今日も嬉しい日でした。はい、これね、開けると開け、かわいいけど開けなくていい、チョコのやつ。じゃあ後で全部開いたところをお見せします。開封できました。ビューンと来て、はい、こんなかわいい、なんかもうお店みたいだね。ね、かわいい。ありがとうございます。あ、ポンちゃんが来た。たくさん食べてまた一回り大きくなろうと思いますポンちゃん、君は食べちゃダメよ。ポンちゃんは冷たくそうなのでちょっと溶かしましょう、はい、ありがとう。すぐ使ってくれます、ポンちゃんはね、えらいね。ポンちゃん、いいね、ポンちゃん。ということでした。どうもありがとう。ジャン君は遠慮したのかな。なんとまた届きました。今ピンポンってなって、取りに行ってみました。まずは大きいところから、はい、これです。これエビせんだそうでございます。エビのマーク。寄贈品って書いてある。半角、菊の字を書いて角なのかな。うん、総本舗、エビせん、これあれだね、大好きエビせんです。なんだっけ、なんとかっていうゆかりじゃなくて、なんだっけ、あの美味しいところ、何もなくなっちゃったよ。エビせん、ゆかりエビ、持ってかれ、あ、ごめんなさい、ゆかりエビせんです。はい、その上にじゃあ乗せていきます。全然ちょっと、あ、これね、うん、マイベイク、私のとっておきベイククドなんやらってこと？こだわりの発酵バターだからビスケットとかクッキーとかだと思うんですけど。そういう意味。だんだん難しくなるね。言葉がわかりません。そしてチョコの味も、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてこれなんか昔っぽい。ジンタンでしょ？ああ、そうか、ジンタンののど飴。そうだよね、はいはい、ここに書いてジンタンってすごいらしいよ。ジンタンだけではないんだってね。そのいろんな技術を使ってすごいものをいっぱい作ってるっていうのをテレビで見ました。その話はまた生配信の時にね、うんうん、そして猫のマークのゴミ袋、水切りのゴミ袋ね。そうそう、はい、なの、これ2つ、ね、紙袋で、しかもにゃんこの柄なんて初めて見た、はい、紙でできているので、なんかにエコにいいよとか、そういうことでね、耐水紙を、はい、入れても。そしてこれはちょっと驚きました。不思議の国のペッパコだっけ、違うね、魔法使いパコじゃなくて、なんだっけね、パコとなんだっけ、なんとか、ここなんとか、なんだっけ、ね、王様みたいなやつだっけ。まあ、うちですごく大人気の、映画があって、そのキャスト
なんですが、ガマ王子 VS ザリガニ魔人、これあのそのパコの中でね、映画の中で、出てくるお話なんですが、さあこれちょっと見ないとわからないけど楽しみです、なんか舞台なのかもしれないね、はい、そしてミッドサマーキャロルって書いてあるのがまたもう一個、意地悪と弱読めない、字が小さい、意地悪と弱虫、ちょっと私には遠くて見えない、たちの記憶、はあ、ザリガニ王子 VS、ガマ王子 VS、 同じものかな、でもの何かの差があるのかな、まあまずは見てみます、ありがとうございます、ありがとうございます、次々行かないと時間ばっかり食っています、これはムーミンのバッグになっていて、はい、金子がムーミンになっています、そして中にムーミンの、はい、ムーミンのノート、ノートなの、え、あ違う本だ、ああ。へえ、なんて言えばいいんだろう、これはいわゆるムーミンなんとかに行ったのかもしれないね、あ、でそこので買ったやつってことかな、原画のムーミン店、これまだムーミン店みたいなやつ、本編になる前のやつかな、バッツとかついてるしね、ここに指示が入ってたりするから、へえ、地方のやつかな、そうだね、うん、はい、そしてムーミンシリーズ、これもこれも同じ、あ、これはもう完全に出来上がった漫画になってるわ、はい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 、英語勉強しないと、あ、英語じゃないかな、わかんない、英語かもしれないし、 No you do it、 フィンランド語かもしれない、英語かもしれませんそしてこれは何だろうね、ムーミンのシールかな、シールブック、おー、ん？マーカー、ブックマーカー、あ、しおりだ、あ、そういうこと、はいはいはい、はい、で、ムーミンのキッチンクロス、キッチンクロス、はいはいはい、これメモ帳かな、はい、そしてメモ帳、どうもありがとうございます、あの、それがバッグに入っていてセットだったのかもね、はい、すごい、そしてこれはじゃんけんたちにおもちゃです、どうもありがとうございます、はい、これ竿の先につけるやつ、はい、竿はもうすでにあります、うん、はい、すごいね、これこれ初めて見た、これ虫じゃん、ね、これこれ絶対食いつくじゃん、これとこれはさ知ってたけど、うん、初めて見た、はい、よかったね、ありがとうございます、ポンちゃんはここに寝ています、よいしょ、あいよ、ポンちゃんあ、おかけ来ちゃった、はい、ポンちゃん、はい、ポンちゃんはちょっと仮置きでここに置いたらここに入られてしまいまして、移動できません、最近のお気に入りです、にゃんこの形をしたベッドです、はい、はい、はい、おかげさまで、我が家は生きていますありがとう、興奮はしてるね、今爪取りたい、爪取りたいけど遊びたい、どうする？あそこで遊んでる人いるけど。落ち着いちゃった。